皆さん、こんにちは、メイプラです。今回はこちら！リアルグレード RX78 ガンダムバージョン 2.0 の制作レビュー動画をやっていきたいと思います！やっとかよって感じですよね。ちなみに、こちらのリアルグレードガンダムバージョン 2.0 ですが、少し前に東部バルカンのサイレント修正がありましたよっていうことで、ちょっと話題に上がっていましたよね。僕はその東部バルカンのサイレント修正が何なのかっていうのもいまいちよく分かっていません。というのが、発売されてもうすぐに作ってね、レビュー動画をこういろんな方が上げられていたと思います。ほとんど見てません。僕個人がね、すべて初見で楽しみたい、もうただそれだけです。まあ、作った後に見ることはね、全然あるんですけど。で、こちらのキットは発売日に購入しましたので、噂の東部バルカンが修正される前のものになっていると思います。まあ、そこがね、個体差があるものなのかどうかっていうのも全くわからないし、たどり着いた時に、ああこういうことなのねっていう答え合わせはできるんじゃないかなと思ってます。まあそういった意味ではすごく楽しみな、制作動画になるんじゃないかなと思います。こちらのキットですが、発売日は2024年の8月10日、お値段は税込み3850円となっています。一番最初のリアルグレードガンダムが2750円だったかな。なので1000円ぐらいアップしているってことになりますね。僕はガンプラを始めてすぐぐらいの時にリアルグレードガンダム、この前のガンダムをね、作ったんですけど、すっごくよくできてるなって思いました。ただね、ポーズを変えたりするときに、やっぱりちょっとポロポロするのが気になるなっていう部分があったりと、そういった印象です。おそらくですけど、世間的にポロリがひどいぞって騒がれてるほどにはあんまり感じてないかなと思います。まあ、ガンプラ始めて間もない頃だったんで、こんなものかってぐらいしか思わなかったんですよね。それがね、どんな進化を遂げたのかっていうのはもうほんと楽しみ。さあ、そしてパッケージなんですけど、やっぱり最初のガンダムと若干こう似たような感じになってます。リアルグレードのパッケージっていうのが、ドアップの頭部、そして全体像っていうのがね、もう主流になってますので、機体が同じであれば似通って当たり前かなって感じです。横ですけど、まずリアルグレードの40番になりますね。そしてこちらの横、あーいいですね。今までのリアルグレードよりもフレームがかなりビルドアップされているんじゃないかなと思います。そしてね、なんか細かい、パッと見レゴじゃないかっていうぐらいなんかガッチャガッチャしてます。ここがやっぱり一番気になります。モビルスーツの建造を追体験できると、もう自分がモビルスーツのメカニックマンになった気持ちで作ってもいいんじゃないかなって、そんな感じですね。いいですよね。言葉一つ一ついい感じで使われてます。最新解釈と原点回帰の融合と、要は今と昔のね、いいとこ取りっていう風に思ったらいいんじゃないでしょうか。こちらには、こんなポーズもできちゃいますよっていうのがあります。ここら辺の足とかやばそうですね。楽しみです。それでは箱の中身見ていきましょう。箱オープン。おお、めちゃめちゃカラフルですね。まあそりゃそうかって感じなんですけど、もちろんね、初代ガンダムといえばこのトリコロール、そしてリアルスティックデカールはかなり細かいシールが多いように感じます。これは武器パーツっぽいですね。武器とフレームになるのかな。白と赤のパーツがあります。あとはこちら、まあ主にフレームになるでしょうね。細かいぞ。あとはモールドなんかも気になるところですが、こういう感じで細かいモールドしっかり入ってます。最後に説明書ですが、なんか分厚い。最近リアルグレード作ってなかったんですけど、あれこんなに分厚かったかな。やっぱり楽しみになってきました。袋の数は全部で4つでしたね。それでは袋の中身を出していきたいと思います。袋からランナーを取り出しました。全部で大きいランナーが9枚、そしてビームサーベルのエフェクトパーツ、これが1つと、分厚い説明書、リアリスティックデカール、これですね。
ランナーは9枚ということで、最近のハイグレードとランナーの枚数変わんないんじゃないのって思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、甘い。もう、一つのランナーについてるパーツが恐ろしいほど多いです。ちょっと引いちゃうぐらいやばいですね。こういったところのパーツなんですけど、今までだったらアドバンスド MS ジョイントで使われていたようなパーツだと思います。これらをね、一つ一つ組むことができるっていうのはモデラーにとってはすごく嬉しいことじゃないかなと思います。あとこのフレームのモールドデザインがやばい。こういうの素晴らしいですね。ここら辺も細かくデザインが入ってますね。あ、これもすごいな。これなんだろう。穴開いてますよ。ここら辺も楽しみ。パッと見ても、このランナーについてるパーツ数の多さ、それに伴い、当然、制作難易度は上がってくると思います。細かいところを一つ一つ取っていくと、多分膨大な時間になってしまいますので、一つ一つのパーツの部分を短縮してやっていくと思いますので、そこら辺は皆さんご了承ください。さあ、それでは、満を持して制作します。リアルグレードガンダムバージョン 2.0 をレッツメイプラ。それでは制作していきます。まずはこちら、胸部の組み立てからになりますね。で、気になるのはこちら、フレームから先に組み立てたい方はウェブをチェック。これを先に作れるっていうことになるんでしょうね。そして外装パーツを組み立てていくような感じでしょうか。こういう組み立ても面白そうだな。もしですけど2体目とか購入した時は作り方変えてやってみたいっていう気もしますね。その噂の東部バルカンがどんな仕様になっているかによって、もしかしたらね、2体目買おうとかになっちゃうのかな。あとは真ん中のところ、やっぱりこれがありますね。うわ、いいな、この並びいいですね。こういうの見たらね、早く作りたくなるので。さあ、それでは行きましょう。まずは胸部から。胸部パーツ、今このように全て切り出しました。モールドに関してはもう申し分なし。外装パーツ、外側そして内側ともに細かく入ってます。こうやって見ていくのがすっごい楽しいですね。内側はこんな感じです。もうペラーンとしてないんです。何かしら入っている。はい、胴体の胸部が完成しました。胸部ですので、もう完全に胸の部分ですね。こちらのガンダムに関しては、この後、ここにコアファイターも入ってくるようになってます。で、これよく見てて、なんか違和感があるなぁと思ってたんですけど、ここ、ダクトですね。つい最近ハイグレードキットも作ったばっかりだったんですけど、ガンダムのダクトってこんな感じだったかなと思って、一応同じリアルグレード見てたんですが、はい、違いはお分かりでしょうか。古い方のガンダムのダクトは内側についてるんですよね。で、僕がこの前作ったハイグレードガンダムビヨンドグローバル、こちらもやっぱりダクトは内側についてます。参考までに、こちらはリアルグレードのフルバーニアンですが、ダクト外側についてるんですよね。お次は我が家の首が動くリアルグレードガンダムマーク2ですが、こちらもやっぱりダクトは外側付けになっています。こういう感じでね、ダクト一つ取っても新旧いろんなガンダム面白い作りになってます。コアファイターが完成しました。手前にあるこちらがバージョン 2.0 のコアファイターとなってます。こちらは古い方のコアファイターです。パッと見そんなに変わりはないんですよね。パッと見の違いといえば、窓ガラス、バージョン 2.0 は水色のクリア、そして古い方は無色透明のクリアとなっています。コアファイターのランディングギアですが、こちらはバージョン 1.0 同様、取り外し取り付け可能なパーツとなっています。これをつけることで単体でもかっこよく飾ることができるんですよね。はい、こんな感じで取り外せます。それではせっかくなのでコアファイターを畳んでみましょう。まずは羽を畳んで、気になるのがコアファイターのここの部分、そして若干ですがこういう感じで動きます。これ設計自体が間違ってるわけじゃないですよね。で、トーシングはこんな感じで伸縮と縮めて
折り曲げます。上にある羽も折りたたんで、はい、これで完成です。このまま取り付けてみましょう。スポット行くのかな、方向合ってますよね。こんな感じでグイッと押し込めば、おお、ガタつき違和感ゼロですね。これはすごい。そして下の部分も取り付けて押し込みます。お、これでちゃんとつきましたね。グイッといきます。正面コックピットハッチは上下というふうに閉じましょう。これでグッときます。で、後ろにこれがロックかな？ここをロックすることで簡単に外れないようになってます。これはすごいシステムですよね。ほら、こんな振っても取れないなんて今までありえなかった。これはぜひともリアルグレードフルバーニアンにも採用してほしいシステムです。現在頭部の製作中です。ここでまた気になるものがあったんですけど、リアリスティックデカール、ツインアイのシールの部分ですけど、これ選択式になっていて、通常っぽいピカピカしたツインアイと、なんかね、目のところデザインが入ってるシールがあるんですよね。センサー部分もそうです。デザインといいますか、型押しされたようなシールになってるんですよね。これがまたかっこいい。せっかくなのでこちらを貼っていきたいと思います。このようにツインアイとセンサー部分シールを貼ってみましたが、細かすぎてもはやわからない。これ以上近づけるとかなりぼやけてしまいますので近づけきれません。僕の爪とかと比較するとね、この小ささわかると思います。これにね、型押しされたようなデザインが入ってるんでめっちゃかっこいいです。カメラを止めてサクサク制作してたんですけど、途中でヤバッとなって慌ててカメラを回してます。というのがこちら噂の頭部バルカン部分ですね。おそらくここで間違ってないと思うんですけど、果たしてこれが何なのか、もしかしたら外装パーツがはまらないとか、そういうことはさすがにないと思うんですけど、まあ、これ試しにね、今からやってみたいと思います。こちらが側面の外装パーツです。内側にもね、モールドびっしりでかっこいいですよ。これがつかないとなると大問題じゃないかなと思うんですけど、はい、つけてみますが、ん？これ今のところ違和感ゼロなんですけど、これ合ってますよね。ちょっとね、本当頭部バルカンのなんで騒がれていたのか僕全く知らないんですよね。で、逆側も一応つけてみましょう。こっちがつかないとか？はい、つけてみました。いや、全く違和感なしです。隙間もないですよね。だ、上のちょんまげまでつけていきますね。これが最後つかないとかだったら、ってなっちゃいますけど、もうでも頭部バルカンの部分は、とうに過ぎているはずです。では最後、こちらちょんまげつけていきましょう。これで合ってますね。はい、カチンとつきました。いや、全く問題なさそうです。現在足パーツを製作中で、こちら右足が完成しました。可動域なんかは後でいろいろとね、見ていきたいと思うんですが、一応完成して、曲げた感じはこういう感じになります。曲がる角度なんかも新旧比べるとすっごいいろんな発見があって面白かったです。それでは完成までやっていきたいと思います。太ももの外装パーツを取り付けました。下はまたフレームですね。この膝の部分を曲げるときに、太もものここの前のパーツですね、外装パーツがグイッと動いてくる、こういう風なギミックありです。今度はこちらすねの部分ですね、パーツを2つ付けました。後ろここがね、こういう風にパカッと開くようになってます。まあ、これも一つのギミックになりますね。これで完成です。曲げた時はこういう感じで、外装パーツがそれぞれで動いていく様がめっちゃかっこいいです。まっすぐはこの状態ですけども、全てを思いっきり曲げるとこういう感じになります。すごい作りしてますよね。体のパーツを作り終えて、
ようやく今から武器パーツの製作となります。まずはこちらですが、もうすでに完成されてるのっていうようなビームライフルです。これ実は単なる骨組み、要は土台なんですよね。これに今からパーツをつけていくっていうようになりますけど、見てください、この細かさ。これだけでビームライフルが成立してしまいそうな骨組みです。最後の一つパーツをつけて、これでビームライフルの完成です。このビームライフル一つだけでパーツ数かなり多かったです。ライフル一つ取ってもこれだけパーツがあると、もう10まで作っているって気になって面白かったです。いかがだったでしょうか。今こちらに置いてありますのが一番最初のリアルグレードガンダムバージョン 1.0 ですね。でこちらがバージョン 2.0 となっています。いつも以上にいろいろポージング撮ってみたんですけども、何よりすごかったのがガシガシ動かせる。あ、パーツ外れたらどうしようとか気にすることなくガシ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 動かせちゃうんですよね。これがね、ほんとすごすぎた。基本的に僕の場合は作ってすだちで並べていくっていうのがね、僕の楽しみ方なんですけども、いやいやそうじゃない、それもったいないよと、もうガシガシ動かして遊ぶのがプラモデルの醍醐味でしょっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まさにねそういう方の理想を追求されたような、そんなプラモデル、これがねリアルグレードガンダムバージョン 2.0 だったんじゃないかなと思います。こちらのバージョン 1.0 でちょっと動かしたらポロッと外れて、またちょっとポーズ取ったらポロッと外れてって、このストレスを完全に取り払ってくれた、そんな理想的なガンダムバージョン 2.0。 これね、ほんとバンダイさんの今の技術を持て余すことなくここにね埋め込まれた、そんなねすっごいプラモデルだなと思います。あとは作る途中でもいろいろお話したんですけども、もうバンダイさんがこれでどうだと言わんばっかりにね、ロック機構を詰め込んでるんですよね。やっぱりこのガンダムで一番気になるここのコアブロックシステムのところですね。上半身を持ったら上だけポッと取れたなんてことはね、あるあるだと思います。これはリアルグレードだけにとどまらず、マスターグレードでも同じことが言えると思うんですけど、ロック機構、この後ろのね、ガチッとロックする。もうこれを採用することで、もう引っ張ってもコアブロックシステムが取れない。まあ上の上半身のボディがね、取れない。そんな仕様となってます。あとは、こういったところ。ここのね、曲がるところの軸なんかもそうですけど、ここもただはめ込むだけではなくて、ちょっとだけこうキュッと回すんですよね。それでガッチリロックされる。肘の部分もそうなんですけど、こういうところをね、すっごい繊細だなと思いました。ありとあらゆるところにこだわっている。そしてそれ以外にも可動域、ギミック、本当にね、すべてにおいて最新技術が詰め込まれてるなと思いました。それではちょっとだけ各部分の可動域なんか見ていきたいと思います。その前にちょっと武装を外します。武装なんですけども、ビームサーベル、そしてビームライフル、シールド、ハイパーバズーカとありますけども、まずハイパーバズーカはこのように伸縮式となっています。そしてこちらビームライフル、これね、元々の土台があったんですけど、それから森に持ってこういう感じになってます。パーツ数多くてね、作りごたえ抜群でした。そして最後シールドなんですけども、こちらのシールドバージョン 1.0 のものと比べると、表面はパッと見モールド少なめになってるなと思いました。ちょっとだけシンプル。そしてびっくりするのは裏面、はい、
もうね、全然違う。こちら、バージョン 1.0 の方は、それなりにね、デザインは入ってるんで、別にね、これで不満は何にもないんです。ただ、バージョン 2.0、これを見たら、え、何これって思ってしまうぐらい、この 2.0 の方が恐ろしすぎる。これがね、細かい。構造がすごすぎるんですよね。いや、これにも恐れ入りました。それでは、ようやく本体可動域見ていきます。まずはボディ、コアブロックシステムですけど、まず前の方は下を開けます。そして上を開けると。これでコクピット部分が見えるようになってます。で、後ろ、ここのロック部分を外します。若干外しにくさはあるんですけど、それだけね、がっつりロックしてますんで、コアブロックシステムの部分がポロッと外れることはありません。ここまで来たら、もうスポンと抜けるようになってます。そしてこの中に、はい、コアファイターが入っているというようになってます。作ってみてびっくりしたんですけども、このコアファイター、こういう風にね、折りたたんでコアブロックにした時に、ここがなんか動くなぁと思ってたんですよね、この部分。バージョン 1.0 にはこういう風なちょっと動くようなのないんですけど、これなんだろうと思ってたら、取り付けた時に腰の部分ですね、が可動域が若干あるんですよ。これそのためだったんだと思ってめちゃめちゃびっくりしました。腰の部分の可動域を少しでも広げるために、このコアブロック、ここの部分から可動域を増やしてるんですよね。これはすっごい技術。取り付けるときは外したときと逆。まず正面は上から下ろす。そして下をガチッとロックします。そして後ろの部分もここをギュッとはめ込んでロックします。これで、ほら、取れなくなります。すごい。それでは首。やっぱり首の部分もそうなんですけど、バージョン 1.0 よりももう段違いに動く。上はこんな感じ。下を向くときはこんな感じ。ギュッとね、前にも出てきますね。ちなみにバージョン 1.0 は可動域これぐらいです。上を向くときはそんな変わらないですね。で、下はもう全然前にも行かないです。こんな感じですね。続いて腕です。肩の部分はこういう風に肩アーマーが前後広がるようになってます。で、このように肩アーマーは上がる。そして肩の部分の関節もこうグッと出てきます。こんな感じで。なので、このまま腕を上げることができるんですよね。そして関節は二重関節。もうね、ショルダーアーマーにハンドパーツがつくんです。で、このハンドパーツがつくのも通常だったらこれぐらいで、あとちょっとでつくなぐらいなんですけど、こんな感じで稼働するので、外れちゃうんじゃないかっていうぐらい稼働していきます。この仕組みがあるので、ハンドパーツがショルダーアーマーにまでつくと。恐ろしいですよね。そして腰。腰の部分、ここら辺もすべて独立で稼働します。で、ここの股関節の部分ですけど、股関節の部分もちょっとしたロック機構があって、このロックをグッと外すと、こういう感じで股関節が動きます。これ足を動かしてるんじゃなくて、股関節の部分だけがこういう風に稼働してる。で、上にキュッと上げるとロックすることができます。バージョン 1.0 は結構ここら辺がね、グラグラしてるんで、この辺も若干ストレス。ポロリのストレスまではないんですけど、ここら辺もね、ちょっと緩いんですよね。そして足の関節ですけども、もう足の関節恐ろしい。このギミック。かっこよすぎますね。これはね、バージョン 1.0、そしてマスターグレードなんかにも、こういったギミックっていうのはね、もう入ってるんですけど、ただね、こういった内部フレームがもうすでに見えてるっていうのがね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、内部フレームもしっかりとデザインが入ってるので、見えててもこれが逆にメカメカしかったりするので、めちゃめちゃかっこいい。ふくらはぎの後ろ、ここがこういう風にハッチが開くようになってます。開くことで足首が後ろの方までぐいっと曲がる。こんな感じ。そして足自体もそうなんですけど、関節が2つあって、
このように曲がります。足首の可動域もものすごく広い。なのでこんな感じで角度がつきます。さらっと説明するつもりがだいぶ熱入っちゃいました。初めてのプラモデルとしてこのバージョン 2.0 を作るっていう方もいらっしゃると思いますけども、そういう方に一言だけ言っときたいんですけど、これ普通じゃないですからね。僕自身モデラー歴を3年とかなり浅いんですけど、それでもこちらのリアルグレードガンダムバージョン 1.0 を作ったりとか、ハイグレードのね、20年以上前のキットを作ってみたりとかしてるんですけど、もうその世界じゃない。これそれぐらいこのガンダムってすごいですから、当たり前じゃないと思ってほしいし、ただそれと同時に純粋にプラモデルっていうのの作り込みとか、あとは作った後にガシガシ動かして遊べる、それをね、思う存分楽しめる、そんな夢が詰まったプラモデル、このリアルグレードガンダムバージョン 2.0 だったんじゃないかなと思います。もうほんとね、お世辞じゃない、それぐらいすごいですから、ぜひね手に取って、あとは積んでる方、僕もね3ヶ月積んでましたけど、作ってみて改めて思う、マジで作ってよかった。作ってみないとこの凄さって語れないなっていうのは身に染みて思いましたね。はい、ということで一通り説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。これが新旧リアルグレードガンダムだ。こうやって並べてみるとね、どっちの良さもあるなぁとすごく実感してきます。もうバージョン 2.0 が出たんですけど、バージョン 3.0 ってもう出ないんじゃないかなっていうぐらい技術の結晶だなと思います。一方マスターグレードガンダムはバージョン 1、1.5、2、3と出てますけど、さすがにね今度は4が出そうだなっては気はします。まあ4のベースはもうこれですよね。リアルグレードガンダムバージョン 2.0 を軸としたマスターグレードが出てもいいんじゃないかなって個人的には思ってますけど、皆さんはどうでしょうか。ということで今回リアルグレードガンダムバージョン 2.0 制作レビューしてみました。まだ積んでるぞっていう方も、まだ買ってないんだよねっていう方も、ぜひ制作にチャレンジしていただきたい、とってもとっても素晴らしいガンプラでした。今回の動画は以上です。今回の動画が良かった、参考になった、ほんとすごいガンプラだよねと言っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の制作レビュー動画でお会いしましょう。ではまた。 Have a nice メイプラ。東部バルカンは何だったんだろう。